あどうもこんにちは、片岡鶴太郎です。はい、ということでね、はい、嘘です。はい、ポンゼロですね。ということで今回は、ついこの間ね、最近ついこの間最近、アモアス実況者の方々とスノボ旅行みたいなのに行ってきたんですよ。私ね、私ごとごとなんですけれども、まあ、その時にね撮った映像がね、ちょっくらあったのでね、私目線になるんですけれども、まあこれはちょっとプテちゃんに頼んでちょっと映像借りたりしたんですけれども、こう奥に映る黄土色が私ですね。まあそんな感じの、動画、作ったのでよかったら見てください。はい、ちなみに高田健司腕爆発事件、あれのね、直前までの映像もあるんで、よかったら、見てください。はい、今からでけえな、この中に山頂をひよってるやついる？いねえよな。いねえやひよってるやついるやん、一人完全にひよってるやついるやんな。おい、ひよってんじゃねえよ。よし、やったのか、山頂行くぞ。来たぜ。いや、全然。ここはどこだ。山頂、ここ。まさか山頂。山頂か。まだ序盤の序盤じゃない。まだ一丁ぐらいだよね、これ、まだ一丁。一丁、二丁ときて、山頂まで行かなきゃいけないんでね。来たぜ。ちょっとほら、なんか、なんかちょうだい、なんか。うりゃー。それです。助かります。そりゃー、いい回だいぶくれたな、これは。今回俺は来た、来ました、おります。高田の後に続こう。はい、手前に乗ってるのは伊豆高田。よし、違いを見せるぜ、降りの、スマートに降りる。うわー、しゃー、完全に著作権だー。あー、ツイッターです、これは。第2リフト、さあ行けるのか、どこまで行けるのか。ちょっと寒すぎて手がやばい、落ちる、これ。来たー。これがアドバンテージだ。これアドバンテージやな、本当に。これ見えなかった、これ。これ何、これ何な、霧で見えなかったですか、これ。霧が全く見えなかった。すごい、すげえ綺麗な。お得だ、1回で見れて。ゾーン、あいらそう。みやちゃん、あいらそう。あいらそう。あいらそう。め、やばい。ああ、やばい。いいね、いいね。さあ、パラダイスゲレンデ。腹切れ、もう死にそうです、寒さで。来たー、パラダイスゲレンデじゃ。1346m じゃ。はい、いってらっしゃい。いいよ。はい、よいしょ。やばいね、山頂への後ろに。遠いね、だいぶ下っちゃったけど。あ、大丈夫か、死んだ、完全に死んだ。完全に死んだ、今。死？うん。悲嘆してた、完全に。大変や。悲嘆したな。行くで。吹雪。あっちでやばい、すんなまである、これ。うわー、風が、前がめちゃくちゃ見えづらい。動画です。レアな目を開いてる俺です。めっちゃ目開くやん。見たい、こんだけ開けると痛いわ。山頂目指して。投稿するかは分からないです。
25% 投稿確率。いいね。2回目。2回目だ。うわすげえ。ここ怖いし。ここ怖いし。このゆっくり感。マイナス9です。やばい、ちょっと着いた。痛い、えぐいっすわこれ。前が見えん。やばいよこれ。凍え死にそう。ナチュラルレジギガスになってるよ。来たぜ山頂。あ、もう仕事しましたよ。山頂も、山頂前が見えません。やばい、もう先が見えません。行ってくるぜ。太っ腹だ、イエーイ。太っ腹、太っ腹だ。やったぜ。なんでだよ、太っ腹じゃねえじゃねえか。おい、たい焼き食べちゃったのと頭いってもうてまーす。シートは絶対に起こさないのと後ろ伊豆さん座ってもうてまーす。無料の音パーキングエリア無料で食いつないでもうてまーす。たい焼きの音、チョコたい焼き買ってもらってもらってます。楽しかったです。お疲れ様です。お疲れ様です。